この星がどこへ行こうとしてるのか、もう誰にもわからない。力と力の真相ゲームから降りることさえできない。人は一瞬の刹那に生きる、子供は夢見ることを知らない。キャンバスに明日を描く愚かな人、売れるものならどんなものでも売る、それを支える欲望、恐れを知らぬ人は宇宙の力を悪魔に変えた。君を守りたい、ただ一人の君を守りたい、この手で愛を信じたい、愛を信じたい、いつの日か。週末に僕は彼女とドライブに出かけた。遠く街を逃れて浜辺に寝転んで、彼女の作ったサンドイッチを食べ、ビールを飲み、夜空や水平線を眺めて、僕らいろんな話をした。彼女は彼女の勤めている会社の嫌な上役のことや、先週読んだ J.D. サリンジャーの短編小説のことを僕に話し、僕は今度買おうと思っている新しい車のことや二人の将来のことを話した。そして誰もいない静かな海を二人で泳いだ。明くる日、僕は吐き気がして目が覚めた。彼女もひどく気分が悪いと言い始めた。それで僕らは朝食を取らず浜辺を歩くことにした。そしてそこで、その浜辺でとても奇妙な情景に出会った。数えきれないほどの銀色の魚が波打ち際に打ち上げられていたんだ。いつか子供たちにこの時代を伝えたい。どんな風に人が夢を繋いできたか。
your mind。